捨山うちの隣町にはいわゆる「ウバステ山伝説」があってそれに絡んで「七人岬」っぽい話がある「おっぴ」とか「鈴のんばつあって地元では言ってるすごく簡単に言ってしまうとその「ウバステ山」に捨てられた老女が一人であの世に行くのはさみしいから その仲間を探してる霧の出た夜にその山の近くを通ると連れて行かれるって言った話この山はその他にも風穴が無数にあって山の生態系がめちゃくちゃなことでも有名らしかったたまにどこかの大学の研究者なんかが来てたそしてこの山は 地元では結構有名な肝試しスポットになってて誰もが中学生や高校生の夏休みに一度は行ってみる場所なんだ俺も高3の夏に友達4人と行ったそのウバステ山は5 0 0ルくらいの小さな山で頂上の近くまで車で入っていける林道が通っている。 だから俺たちも友達の兄貴のゲンチャリに2個乗りして二台で林道の終点まで行ったその先は山道になってて歩いて頂上まで行けた頂上には小さな祠があるもちろん街灯なんてないから俺たちはそれぞれにマグライトやヘッドライトを持って行ったけど辺りは真っ暗で ほとんど自分の足元しか照らせないような状態だった夜の森なんてどこでもそうだと思うけど気が邪魔してほとんど光が通らないやべえ夜来たのは初めてだけどかなり怖えなつうか本当に出てもおかしくねえよなおっぴがさだけどねおっぴとかは バンツァーが山さ捨てられたってのってもう江戸時代とかそんくらい前だろそろそろ成仏してんじゃねえかそんな取り留めのない会話をしながら俺たちは一列になって参道を進んでいった地面にむき出しになった植物の根に何回か足を取られながら進んでいった 頂上に着く前の道の脇に湧き水があって俺らは夏の夜の暑さと山を登った疲れもあってその水を代わり番号に飲んだ四人目の友達が水を飲み終わった時メンバーの中では一番やんちゃだった貴た司が「俺の湧き水も湧いてきた!」と言って湧き水の泉に立ち小便始めた今考えると これがまずかったと思う。その後20分くらいで頂上に着いた結局怖い思いもせずに頂上に着いたわけで俺らは少し拍子抜けしてた疲れただけで大して面白いこともなかったんですぐに山を降りることにしたあとは近所のファミレスにでも行くつもりだった 山を下って湧き水の泉を過ぎて少し行ったところにはたくさんの風穴があった参道の中でもそこだけは風穴から吹き出す冷気のせいで少しだけ肌寒かったでも参道を歩いて体がほてった俺たちには気持ちのいい冷たさだった「ああ涼しいな」そう言いながら俺たちは少し立ち止まって 風穴に近づいて冷気に当たったそしてたかしは小さなマンホールほどの大きさの風穴に右手を突っ込んで「ああ冷めで!」というようなことを言ってた俺もたかしとは別の風穴から吹き出す冷気に当たっていたその時俺の後ろからゴロッという音がして 続いてかしの悲鳴が上がった驚いて振り向くとかしは右手を風穴に突っ込んだまま尻餅をついてもがいていた後で分かったことなんだが風穴の中で石が崩れてかしの手首を潰していたんだ俺たちはその場でどうにかしようとかしの腕を引っ張ってみたがかしが痛がるだけで結局どうしようもなく 俺とかしがその場に残り他の二人が大人を呼びに行った最終的には消防までやってきてやっとかしの手は風穴から抜けたかしの手首は関節の骨が砕けていてかなりの重傷だった俺たちはその後こっぴどく叱られてそれぞれの家に帰った 家に帰ってからその夜のことを親に話すとその話を近くで聞いてたばあちゃんが「健太庭さ出ろ」と言ったそして俺が庭に出るとばあちゃんは庭にあった葉の縁に棘がある木の枝を切ってその束で俺をたたえたんだばあちゃんは「しんどいけど我慢しろ」と言ってしばらく俺をたたえた。 そのあとばあちゃんが俺に話してくれたのはこんな話だった。いたくして悪かったな。今のはご不条の払いだから。んでな、健太のいった山な。あの山のな、おっぴとか、ばんざーの話はな。ほんとかどうかばあちゃんさ、わがんね。だけど、あの山さ。 ばあちゃんくらいの番茶が捨てられたのは本当の話なんだばあちゃんが子供くらいの時にはまだあったんだんでなそういう番茶が何にも食えなくなって水だけ飲んでたのがあの湧き水なんだだからな健太の友達ややったことはな 許されねえことなんだよ。